こういうキュッとこう窮屈になっちゃってる状態が良くない状態ですよと。 99% のアマチュアが勘違いしているドライバーのスライスが簡単に治っちゃう左手の使い方について解説をしていきます。90ギリゴルフレッスン TV、 前と後ろのカメラ2画面にしてより分かりやすく伝えようと頑張って撮影しているブンブン鈴木です。応援よろしくお願いします。でこのチャンネルはですね、あなたができなくて困っていることをね、実際にできるようになる方法を紹介していくチャンネルですね。理論は分かってても実際にできないとか、これでうまくできているのかよく分からないということがね、結構あると思います。でそれをね、こうなれば正解って分かりやすくお伝えして、そしてそれができるための方法、そしてこれが実践でできるようになる方法までね、分かりやすく解説していきますので、一緒にね、90ギリを達成していきましょう。それでは今回もね、3つのステップで解説をしていきます。ではステップ1から解説していきます。まず左手がどうなればいいのかというところですね。でこうなるとスライスしないよと、でこうなったらうまくいかないよというところですね。それを自分でチェックできる方法をね、まず紹介していきます。まずうまくできているのかどうかね、自分の現状うまくできているのかをチェックしてもらって、そしてじゃあどうなればいいのかっていうのをまずね、知っておいてください。でステップ2では、これをねできるようにするための方法を紹介していきます。これはね、人によってね、いろんな方法があります。YouTube 見ててもここを意識した方がいいプロがいたりとかね、ここを意識した方がいいよとか、いろんなことを言ってるプロがいると思います。じゃあどこを意識すればいいのかというね、ポイントをね、いくつか紹介していきます。それを実際に試してもらって、一番自分が自然にできる、しっくりするできる、ね、やりやすい方法を見つけてほしいんです。その自分の方法を見つけるというのが非常に重要です。でそれをですね、こう無理やりこうしなきゃっていうふうに頑張ってガンガン練習するとですね、自分の打ち方よく分かんなくなってしまいます。なので自分に合うやり方をね、見つけていくというのがあります。大事ですので、そこをねステップ2ではよく説明していきます。そしてステップ3ではですね、これを実際のスイングにどうやって取り入れていけばいいのか、またどんなふうに練習していくと早く身についていくのか、ね、間違わないのかというところですね。そしてどうやればコースでうまく、ね、使えるのかというところまで解説していきますので、ね、最後まで見て、そして何回も何回も見てですね、だんだん、ね、分かっていきますから、何回も何回見てどんどん理解をしてうまくなっていってもらいたいと思います。ではステップ1からやっていきたいと思います。まずどうなればいいのかというところ、チェックポイントをまず紹介します。ドライバーを持ってやっていきたいと思います。家とかでね、やる場合は短いクラブでもいいですし、ね、素振りでもいいですので、ね、ハーフスイングをしていきます。で実際にボールを打てれば一番いいので、ボールを打てる人はドライバーを持ってハーフスイングをします。でここで止まります。これハーフスイング、胸の高さに手が来たところで止まってください。ここでチェックします。ここでチェックですよ。で右手を外して、この時の左手の形をチェックしていきます。まずこの肘の腹が上を向いていますということですね。肘の腹が上を向いている。で左肩がこう上がってない状態ね、これがいい状態です。ここを目指していきます、ね、良くない状態というのは肘の腹がこう下を向いている感じになりますね、左肩が上がっている状態、これが良くない状態で、なんでこれが良くないかというと、ここに左の肘の腹が上を向いた状態だと、ね、当たる瞬間はこんだけフェースが右を向いちゃいます、ね、フェースがものすごく右を向いて当たってしまうので、すごく右へ飛んでいってしまうんですね。また左の肩がこう上がっちゃう状態でも同じように球が右へ飛んでいっちゃう、フェースが右を向いちゃうからですね。でチェックしてほしい場所は、この打ち終わった時に肘の腹が上を向いている状態、ここだと当たった瞬間おおむねまっすぐ戻ってきて、ね、綺麗に当たってくれる。そうするとここの位置に来ますよということなんです。なのでチェックポイントはこの肘の腹が上を向いていることと左肩、これがチェックする場所だということを覚えておいてください。これができるとドライバーがスライスしないで打てるようになりますよということです。ではステップ2で、これをじゃあどうやって習得すればいいのかというところですね。これを身につけるための練習方法を紹介していきたいと思います。練習方法というか意識するポイントですね、を紹介していきたいと思います。まず左手1本でクラブを持って振るのが分かりやすいです、ね、
で重いのでちょっとね女性とかね非力な方とかを短めに持ってやってください。すごい力ある人は長く持ってもいいです。短いクラブでやっても OK です。短めに持って素振りをします。でなんでこれ片手で振るかっていうと、無理やりねこの肘の動きを覚えようとして無理やりやるとなんか力いっぱい入ってくるので腕に負担かかったりなんかね違和感があるのが分かってくるので、この左手でもスムーズに違和感なくこのね肘の腹左の肩チェックポイントができているかどうかっていうのを確認するために左手1本でやります。これでボール打つ必要はありませんので素振りで自然にできるかどうか、そして打ち終わった時のポジションがいいところに来ているかというのが大事です。重要なポイントはポジションとそこへ自然に来ているか、ね、自分が一番楽にできる、大して考えなくてなんとなくやってるんだけどできちゃうなっていうのが正解ですね。そこをねが自分に合うポジションなのでそこを目指していきましょう。まず最初に気をつけてほしいポイントは、ちょっと振り上げたとトップの位置から手を少し下に下ろすようなイメージ、重さで落とすような感じで振り抜いていく。これ試してみてください。落とす感じ、落としてから少し肘をくるんと回す感じ、落としてから肘の腹を上に向けるイメージ、これだとやりやすい人もいます。2つ目は下ろすときに手をお腹の方に少し自分の方に引きつけるようなイメージでやると楽な人もいます。これの場合ね力強く引きつけようとしないで、なんとなく軽く引きつけるようなイメージにすると勝手に肘が上向いてくれるという人もいます。これも一つの方法。そして他には左の脇をトップから締めるイメージ、キュッと締める感じにするとこのポジションが楽に取れるようになるという人もいます。あとは左肩に手を置いて左肩が上がらないように振るとできる人もいます。左肩がこう上がっちゃう、上がらないようにやる方法もあります。で左肩が上がるとどういうことか、ちょっと説明がさっき忘れてたな。左肩が上がっちゃうというのはこう、ね、振り終わったら多少傾くので左肩が高いのは問題ないんですね。でもこういうキュッとこう窮屈になっちゃってる状態が良くない状態ですよということです。これが良くないよと、それが左肩が少し下がって楽になっている、キュッてなってなければ OK というふうに覚えておいてくださいね。さあでこうやって感じで素振りをして自分が一番やりやすい場所、ね、一番正しい腕の動きに楽になる方法を見つけてください、ね、これは人それぞれですからね、自分のやりやすい方法ですからでやっていきます。そしてイメージができたなと思ったら実際にボールを打っていきます。この時はハーフスイング、半分のスイングで打ちます。で打った後もう一回チェックしてうまくできてるかな、こんな風になってないかな、肩上がってないかな、肘が下向いてないかなっていうのを確認して振り抜く、うまくできてるかっていうのを確認してみてください。素振りでなんとなくイメージをつかんで実際にハーフスイングで打ってみるということをやっていきます。でこの時の正解はボールがですねまっすぐ飛び出していって、大体狙った方向、構えた方向に飛び出していってちょっとこう左に曲がってくれる、ちょっとね曲がりすぎぐらい、左のラフぐらいに行くぐらいまで曲がっちゃっても丸ですので、少し左に曲がる球が打てるように意識をして練習してください。それができていたら合格で、もし右に行っちゃうようだったらまだこのねうまく返しができていなくて左脇が開いたり左肩が上がってるかと思いますので、素振りでもう一回確認してイメージを作り直してやってみてください。でまた左にすごいいきなり左に行っちゃうよっていう人はちょっと力ずくでこうね返そうとしている場合が考えられるので、少し力を抜いてね少し落とすというか引きつけるというか自分のやりやすいイメージで自然にもう少しねこの左腕ができるようなところを素振りで確認をして、それから打つようにしてみてください。ではステップ3回、これを実際にできるようになっていくね習得方法、ね、を紹介していきたいと思います。でこれで、まあ、なんとなくねイメージが分かったよということがあったりします。 でもねで結構これでよくあると思うんですけども、なんとなくできたのに打ってるうちにおかしくなってくるとか、なんかだんだんいいから気持ちよくなってどんどん打っていったらおかしくなっちゃったっていうことがあると思います。ここがね結構上手くなる人となかなかうまくいかない人の分かれ道になります。ここで上手くなれる人はちょっと一回落ち着いてもう一回最初からやり直せるんですよ。いい時のイメージを振り返る。でもこれがほとんどの人がね、誰でもそうなんだけど僕もそうだけど、うまく打ちたいから焦ってどんどん打っちゃうんですよ。さっきできたんだからどうかなってね、いい時の感触だけ覚えてるからその当たりを出したい出したいと思って焦ってバンバン打っちゃうんですよ。そうするとどんどん力んでくるし、ね、
ボロボロになっていっちゃうわけですね。で元の打ち方に戻っちゃったりとかっていうことが起きてきます。なので、ね、一回うまくできてもまたできなくなったらちょっと復習で、また左手一本の素振りから、ね、イメージを作り直して、あこうだったな、こうやると自然にできるんだなっていうところを思い出してからもう一回打つというふうにしてほしいんですね。そうすると間違わないし、まあ、上達がスムーズにいきますから、ここでねがすごく大事なポイントなので意識してみてください。さあこれをでそしてですね、実践にしていきます。ハーフスイングでうまくできたのをフルショットにしていきます。この方法を紹介していきます。これはですね、構えたら振り上げるとき、ゴルフのスイングっていうのは打ち下ろしに行くときって考えると難しいんですけど、振り上げるときはちょっと余裕があるので振り上げるところを意識していきます。でバックスイングしたときにしっかり体が回っているという状態、おへそが右を向く、胸が右を向いている状態が体が回っているという状態なんですけれども、これを作れるようにしていきます。そうすると、ね、さっきのハーフスイングと合わさったときにいい球ができますからね。で意識するポイント、これもねいくつかあります。おへそを右に向けるイメージだったり、右腰を引くイメージだったり、左腰を前に出すイメージだったり、胸を右に向けるイメージだったり、これは自分のやりやすいを大事にしてもらえばいいので、一番自分が体を右に向けやすいな、スムーズだな、苦しさがないなという方法を見つけてください、ね、でそれで意識します。構えたらおへそを少し右に向けるイメージにして振り上げる。でここからはさっきのなんとなく左手のこんな感じぐらいでいいですので、それで打っていきましょう。今左に行きましたね。ここが大事なポイントで、多くの人がですねこれをちゃんとやらなきゃってすごい一生懸命やろうとしてしまうんですけども、素振りでなんとなく掴んだら打つときはもうねあんまり考えすぎず忘れてやってください。で、まあ、ちょっと気をつける、ね、大きくスイングしたい場合はこの体を回すというのを意識してください。で右に行っちゃう場合はまだね強く振りに行きすぎているので頑張って振りに行かないで、ね、飛ばそうと前で軽く打ってください。左に行っちゃう場合は無理やり腕で持っていこうとしているので、もう少しね力を抜いてイメージでなんとなくの感じで持っていくように意識をしてください。左に行きすぎる場合は意識しすぎなのでね、なんとなくで振るようにしてください。さあじゃあこれをねコースで実践していく場合どこが大事なのかというところですね。コースではいっぱいいろいろ考えられないですよね。ここも気をつけて、あそこも気をつけてなんて考えられない、打つので精一杯だと思います。コースでやる場合は素振りでイメージをつかんで、あこんな感じだったなをイメージをつかんで構えたら、ね、ある程度忘れて打つのも OK、 忘れて素振りでイメージしてたらマッスルメモリーっていうので、ね、筋肉が記憶してますので、打つときはもう忘れてなんとなくぐらいで打つぐらいが OK です。でよくある間違いが、練習場と同じようないい球を打ちたいと思って練習場と同じような意識でやろうとしちゃうんです。練習場は何回も打つので意識しながらでもいいんですけれども、本番で意識しながらって無理なので、ね、もうなんとなくでこんな感じぐらいで、完璧にできなくてもいいやぐらいのつもりで、ちょっとできたらいいなぐらいのつもりで本番はやってください。それがすごく大事で、素振りではちょっと意識をしっかりしておいて、打つときはある程度忘れて思い切っていくというのが非常に重要なポイントになってきます。そのところを気をつけてやっていってください。でゴルフってのは、まあ、センスがあるとかないとかね、いろいろいろんな理論、どの理論がいいのか悪いのかっていうのもありますけれども、大事なのは自分に合う方法で、ね、自分が気持ちよく打てる方法でやっていくというのが非常に重要。そしてどうやって習得していくかっていうのを覚えておくのがすごく大事になりますので、その、ね、習得の仕方、ここをチェックするんだよというところをね分かりやすく解説していきますので、この動画を何回も何回も見ていくうちにね、あそこがポイントなんだとかねっていうのが分かってきます。あここが大事なんだ、ブンブンさんはここを言いたいんだっていうのが分かってきますからね、それをねしっかり見てね掴んでもらいたいなと思います。そしてゴルフが上手くなるねコースの戦略とかね、そういうね理解するだけでどんどん上手くなって、知ってるだけで上手くなっていく方法はですね、メールマガジンで配信しております。毎日4000人くらいがね読んでくれてるんですけれども、それはですね楽しく僕の日常のこと、くだらない話も織り交ぜながらですね、楽しく読んでるうちに、なんかできるようになっちゃうというような、メールマガジンになっておりますので、コメント欄、概要欄から無料で登録できますので、まあ、登録して読んでみてもらえるといいかなと思います。それではですね、何回も撮影してちょっと疲れてきましたけれども、うまく伝わりますように、ふわふわ。
それでは一緒に90ギリを達成しましょう。7月は北海道でブンブン合宿やります。それではまた、ブンブン、ありがとうございます。